音楽、私の声、その他大丈夫ですか？こっちの声でいいよ。なんであのチャンネルじゃないかって、あの生々しい理由言っていいですか？あの会社の会議なんですよ。あさって会社で会議があるんですよ。今年のチャンネルをどうしていくかっていう会議があって、あのそれ決定しないとドラクエできないってことはないですけど、まああの会社社長のマナーとしては悪いですね。というので気使ってるだけ。うん、やったからってクビにはなんないけど、そういうマナーを大事にしないとね、あのタレントに示しがつかないんで。まあ、ほぼ私が独占でやってますけど、あの会社のチャンネルなんでね。一応2016年のこう方針というのは私が打ち出してね、やったわけですけど、2017年はこれからなんで。さあ、というところで皆さん、うわー、久々にインするよ。明けましておめでとうございます。ドラケの TA はね、結構すぐあるんじゃない？16件ってなんだこれ。16件、郵便がいっぱい。これ色々来てんの？年賀状か？俺年賀状返さないよ。超来てんな、これ。少々？あの、パー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 がねえな。いただいてから、何組？最大4組だね。最大4人だね。ナイス。まあ今龍が如くがね、乗ってますからね。ただ龍が如くちょっとだけハードル高いのが、まあ賞金も差し上げますけど、まあ差し馬といってね、ビリになっちゃったら1位に2017万ゴールドという多少高いハードルですね。だからで、参加したければ参加できるってわけじゃないですね。2017万預けていただきますね。2位と3位は何もなしです。2位と3位は2017万お返ししますが、あの、ビリから1位には2017万ゴールドいただきます。で、優勝したら1000万ゴールド差し上げます。まあ、だから参加費2017万ゴールド、ビリになったら没収、1位になったら倍、2位と3位はお返しします。まあ、これをすることによってね、あの、八百長をやったりとか、あとある程度レベル自信のある人が集まってね、もちろんギャンブルはやらせていただきます。まあ、そんなにギャンブラーの方々ね、陰に来ていただけるかわかんないですけど、まあ、陰に、誰も陰に来てもらわなかったとしても、1000万ゴールドは差し上げます。ドラケ3のパー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 が流したいんだけど、ドラケ、ドラクエ3冒険者のなんとか、あれなんだっけ、ドラクエ3フィールド、あの曲なんだっけな、パパ、あの曲すげえ良かったんだけど、なんだっけな、パー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 パラパパーパラダラタがいいんだな。さあ、ロアさん、ナイス参加からの2017万ゴールド自腹切れる方お待ちしてます。 Wii のオフライン勝負天使会用意ドンから始まって、一番最初にゴールした方が優勝、一番最後に3人がゴールした時点でゴールできてなかった人が、あの、負けです。マイリストからの、まずはこれにするか。これ。これと冒険の旅。冒険の旅がどれだ？これだな、オーケー、これがやっぱいいんだよな。
ここがいいっすよね。これだよ。こうでこうか。曲流れないね。さあ、おあとお二方いかがでございましょうか。米してる。はい。な。始まんねえな。あ、来た、これだよ。これがいいんだよ、これがね。マイリスト。テレレン、テレレン、テレレン。まあ、三人でやんなきゃ面白くねえな。二人じゃ面白くねえな。イタスト天使会。Wii 持ってないとできないね。イタスト、ビリー矢印、ビリー矢印1位に2017万。ビリが1位に、なんだこれもう。ビリが1位に2017万。イタスト、天使会、早上がり対決、賞金が1000万ゴールド差し上げます。優勝賞金は1000万ゴールド。ロアが参加表明。おあと1名2017万来てくれたら開催ですね。おあと2名様までいけますね。タラレン、タラレン、タラレン。2017万が高い人。2017万がちょっと高い。そうや、2000万、2017万高いな。よく考えたら俺とロア基準に合わすと、2017万は高いな。2017万が高い。もうちょっと下げたら参加できる。1000万にしよう。賞金も1000万だから、リスクも1000万にしよう。ビリが1位に1000万、賞金1000万。つまり皆さん、優勝者は2000万手にできるということです。意味わかりますか？優勝したらだから2000万ですね。優勝したら2000万手に入るということです。ビリから1000万もらって、カジノから1000万もらって、優勝は2000万もらえます。配信環境も必須です。当たり前です。バカなこと聞かないでください。どうやって優勝したりしたのか出すんですか？だらら、そう、イタストなんだよね。棒読み入れるよ。ちょっと待ってね。コメント読み上げ設定からほう。ナイスプーさんからの。まあ、Wii U でもできます。棒読みちゃんは入れました。ほう。1300万、ほう。ほう、私は1300万でも構わないですよ。プーさん、サブから集めない。プーさん1000万でいいっすよ。おや、新春から破産かけますか。
パッパララパララン。さあ、プーさん、ルール確認ですけど、用意スタートからの天使会スタート、まあ設定は12000とかでいいと思います。12000G、もともと最初の設定15000だっけ、最初の設定の G でよくて、早上がりしたら、優勝、そして最後まで上がれなかった人がその1位の人に1000万というルール。まあ以前やっていた形式ですよね。さあ、おあと参加者10秒前からの9秒前、8秒前、カジノはスロットのみ、そうです、7秒前、カジノスロットのみ、6秒前、5秒前からの4秒前、3秒前、まあ4ついた方が面白いんだけどな。2秒前、これだと3分の1で1000万やられます。1秒前、失礼いたしました、今年もこっから始まっしゅね、お金集めらんない、まあ、賞金1000万もらえますからね、お金貼れない人とはやらないです。さあ行きますか。まあチャンネルの一発目はやっぱりお年玉企画からだな。さあ、というところで皆さん、いたすとよくわかんないかもしれませんが、私とロア君とプーさんがボードゲームいただきストリートで、早上がり対決、ビリが1位に1000万ゴールドで、さあパワープロ君来てくれましたが、ナイス、新春からパワープロ君。さあ、いたすとこちら参加表明、ロア君、プーさん参加 OK なら1000万ゴールド、私フィキュネットに送ってください。てて、新春イダストギャンブル、ちょっといいな、ちょっとイダストもしばらくやってないけど、ちょっとあれだな、さっき一応画像を確認、画像をつけられるかつけられないかでやって、ちゃんとつけれるから、まあいけるな。今日から半額変わるんでしたか。今日から春学変わります。はい。今日から春学が変わります。すいません。春学は、一点張り最低50万以上貼っていただきます。複数掛けは、合計、50万ではなく、最低ベッドの複数掛けは最低50万ではなく、1点につき50万で、パッパー、こう来ての、はい、貼り付け、はい、プレゼンも最低1050の200貼りは OK ですか。見せ張りは1万でいいんですよね。見せ張りは1万でいいです。50万×さあ皆様、新春でございますが、さあドラクエどれだけの方々がインしているか。さあロアからが、はい、ロアまず1000万ベッドでエントリー OK。 2着だった場合はこの1000万はお返しいたします。さあプーさんが参加で決定でございますが、皆様今年も新春カジノフィクサー、開幕はまずこちら、いただきストリートギャンブルからユーザーコミュニティで失礼いたしますが、私しばらくユーザーコミュニティ上げてたんでね、そんなに画質が問われないこういうコンテンツ、受付とね、オフラインゲームですからね。いや、いたすとね、今年来ますから、発売で。ここでいたすとというのはどういうゲームなんだっていうのをね、今度出んのはその最新作なんだよっていう、こう前段階でもうギャンブルを始めておきたいんですね。やはり年末年始はこのボードゲームがいいんじゃないかなと。
なかなかね、年明けからもう TA の練習しようとか、なかなか4人メンバーガチ勢の皆さんがね、時間かけていただくのもちょっと申し訳ないかなと思いますので、まあ、ここは気軽にできるボードゲーム、しかしこの1000万勝負というね、ちょっとずつちょっとずつ今年もカジノフィクサーエスカレートしていきたいと思います。さあこちら皆さん、ベット開始でございます。こちらがヒルズ 219-3、 こちらが1万そうなんだランジ1万 G からが、今日は新春一発目がパワープロ君が来てくれましたけどね、やはり忘年会の時にね、私もカジノフィクサーで働きたいです、手伝いたいですと言ってくださった方が数名いらっしゃいましたので、まあ私は結論から言うとやっていただきたいなと思ってますね。パワープロ君も就職があったりとか、やはりパワープロ君には粉々君にはこの連日ね大きく負担をかけてしまったところがあるので、やはりこう、いけますよというね、ものがある場合には。まあ、一回なんか、LINE 部屋でも作んなきゃダメだな。LINE 部屋でも作って、今日行きますみたいな。うん、そういうのの、今日何時から放送しますよとかね、私が送ってやる形の方がいいかもしれないですね。ワコツです。ワコツ君、ナイス。1000万からがこちら、賞金が、1000万、プラス、ビリーから1000万、受付が22時20、まだ年明けてからドラクエ一度もインしてない方、三が日ギャンブルやってない、オフ会新年会、もうそんなたまには休ませてくれよ。もうなんかね、ほんとマジでちょっと一個言っていい、やんないんですかって言われるのイラッとするなってきたね。今日なんでドラクエやんないんですかとかね、もうそういうのね、もうちょっとなんかうんざりしてきたね。だからなんかいや、おやってるっていうノリでいきましょうよ今年は。もうなんか空気読めねえかまってちゃんごめんってイラッとしてくれるようになってきましたね。それが2016年ストレスすごかったな。今考えると。でもなんでやりますか？やりますけど。やりますけど、もう一個、もう本当、もう龍が如くやってる時にドラクエやんないんですか？ドラクエやってる時に龍が如くやんないんですか？もう本当イラッとすんね。もうマジでイラッとすんね。もうあんまりしつこいやつガンガン NG 入れようと思って。だって普通の大人は言わないもん、それ。やってんだから今。今、いたすとやってんのに、龍が如くやんないのって言わないもん、普通。終わったら、あったり、終わったらあったりしますかぐらいだったら、やりますよ、とかね。これね、毎日放送してみたらわかるけど、めちゃくちゃイライラですから。さあ、プーさん、100万ゴールド。お？ 100 万？ 100 万しかありません。それなりにこのまま何かやってなかったらやらないんですか？きついと疑問が入ってるとまでイラッとする。さあ、新年から、新年、まあ結構やってるよな。失礼しました。キッズに叱りようないから仕方ないだろ。いたらららん。準備をしてるんですけど、プーさん、100万しかないです。1000万必要です。あと900万必要です。こちら、100万ゴールド。そんな社長大好きです。バラララ。ハローワーク、ナイス、200万ゴールド、ハローワーク、フィクサー。200万ゴールドからが、ハローワーク、ナイス。まあ、ただ、龍が如くは面白いですね。最高に面白いですね。さあ、リンゴからが、金が新年、昨日初詣に、今年はたくさんギャンブルで風邪ますようにとお願いしたリンゴです。今年もナイス。リンゴさん、そんなことより他にお願いすることいっぱいあるでしょ。さあ、リンゴさんからが、ナイス、今年もギャンブルで勝てますように。ナイベットからがダース来ました。プーさん500万ゴールド、ダースさんありがとうございます。ナイスベット、500万からがナイスダース、送りました、すいません。オッケー、ナイスから、ナイスからの天使会ね、一緒に明けましておめでとうございますからのロアナイベット。さあ今日も新春、もう新年早々からパワープロ君が手伝ってくれています。俺本当は7日からにしようと思ったんだけど、社長4日からやるって言ってましたよって超来てた。
新年一発目4日って言ってましたよ、言ったっけ、それ言ったっけ、それやつって、そうか、じゃあやんなきゃなんです。さあこちら、フィクサーが 3.09 からのロア 2.88 からのプーさん 1.73 TA ね、まあ、TA はね、あのやりたいと言っても出場してくださる方々の都合が合わないとできないんでね、TA 勢の皆さんがいけますっつって、いやいけますっつってTA 勢がいけますってなってからやりましょう。だ今日はあれでしょ、最強とかじゃないでしょこれが。さあこちら 3.09 からのロア 2.88 プーさん 1.73、 久々にイタスト、まあイタストが意外とね、まあ桃鉄はすごい評判、ナイスブラザー、ナイスキビトさん、レグ 1DK さん、わかりました。いやでもあれですね、イタストは結構ね、イタストは結構評判が良くてね、イタストじゃない、桃鉄は評判が良くてね、またやってくださいとあったんで、たまにやろうかなと。まあしかし、無人ヘリさん、あげましておめでとうございます。なんかあれっすね。こんな時期は大喜利でしょ。大喜利ね。そう、ドラクエね、インディーズ下がってねえか心配してんだよ。結構さ、会員様が抜けちゃってさ、抜けられた理由がドラクエ引退するんでって人がすげえ結構いたから、ちょっと寂しかったね。今後、放送も応援してますが、またドラクエ復帰したら入らせていただきます。ちょっとドラクエやりすぎました、みたいなね。ああ、いやいや、あんま関係ないと思うけどな。さあ、皆様、いかがでございましょうか、こちら。まあ、僕としてはね、両方入っててほしいんですよね。この、フロムフィクサーコミュー。やらないよ。この、フロムフィクサーコミューとね、この、チャンネルコミュー、両方合わせて入っていただけたらなと。まあ、チャンネルの方のメリットは24時間放送ができるっていうのとね、あとは画質がちょっといいっていうのありますけど、もちろん TA とかね、高画質なものを求められるコンテンツはチャンネルでやりますけど、まあ、こちらはユーザーコミュでいいでしょう。まあ、逆に言うとユーザーコミュもやんないんですかというお問い合わせがね。さあ、こちらが皆さん、いかがでございましょうか。かなこから明けましておめでとうございます。フィクサー300万ゴールド。ナイスワゴツ。さあ、誰が勝つかわからない、張りづらいというのあるかもしれませんけど、運試しで一発。ちなみに私は、イタストは TA の500倍強いです。さあ、こちらが888万ゴールドからが、こちら、ナイスタヌタンナイベット。ハリケーンで16億飛ばされました。チーボさん、ワゴツです。楽しみにね。いや、でも皆さん、あのね、TA はね、相当やっぱ練習しなきゃいけないのでね、TA 勢の方お休みさせてあげましょうよ。Wii リモコンが動きません。どういうこと？ん？ Wii リモコンが電池？炭酸電池買ってきていいよ。炭酸電池。炭酸電池とかね。電池買ってこよう。これは2点倍でも OK です。2点張りもちろん OK ですけど、2点張りの場合は、最低50万ずつ貼っていただきます。チーボーさん、すいません。ギリベッド20万ができなくなっちゃいました。郵送の場合はです。店ベッドの場合はできます。さあ、プーさんが Wii リモコンが動かない。まあ、Wii リモコンはある。さあ、故障なのか。さあ、電池なのか。さあ、プーさん、そこをね、まあ、テレビのリモコンや時計についてる炭酸でちょっと電池、果たして電池切れなのかどうかを確認してもらって。電池で買いましたが故障でした。ここが今、リモコンが生まれ。とりあえず今、プーさんにベットされてるのがダースさんなので、お返しいたします。ダースさんすいません。ダースさんお返しいたします。すいません。じゃあ、プーさんは辞退ということで、すいません。いや、電池がないんだって。電池じゃないんだって。ゲームパッドではできませんでした。さあ、こちらが、すいません。失礼しました。もう今年はやめよう、ギャンブル。トラブルがあるから。ダース500万ゴールドからナイスリターン。失礼しました。ナイスリターンからの、プーさんが、こちらが辞退。そしてプーさん1000万ゴール。15分あったらいいです。プーさん、15分で OK です。リモコン買ってきてください。ただプーさん困るのは、そのリモコンも使えません。うわ、困る。
500万ゴールド。プーさん、すぐ速攻買ってきてください。ダーシュさん、やっぱり貼れます。速攻バイクで行ってきます。わかりました。頑張れリモコン。はい、じゃあプーさん。お店やってるんですか？プーさん、お店やってるんですか？大丈夫ですか？今、10時26分ですけど、お店やってますか？お店やってますか？で、すぐ、連結できますか？事故だけは気をつけてね。本当だよ。事故しちゃダメだよ。ドンキ。プーさん、エプシロン、コンビニにあるんじゃ、もういいこと買ってきちゃえ。焦って事故らんように。そう、事故らないように。素晴らしい。事故らないように、本当だよ。本当ですよ。ごとくのミルク思い出す、わら。さあ、タヌタン、888万ゴールド。コンビニでウィーないよ。事故でコンタクト取れなくなるのも気をつけてね。テレデン、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 テレデン。はい、少々お待ちを。さあ、新春一発。まさかこっちの込みでギャンブルをやってるとは。さあ、こちらでちょっと。だから電池がないんだって、わら。リモコンだって、わら。うん、そうそうそう、そうなんだ。リモコンが壊れてたって。賭けの対象がわかりませんね。はい、賭けの対象、今から説明いたします。パー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 。いやでもあれだね、ちょっといや俺もこのさ、ちょっとコミュニティでたまにはやろうかなと思ったのが、マックスで俺チャンネル映る前26,700人いらっしゃったんですよ。26,700人入ってくれてたコミュが、今では龍が如くやる前ね、25,300しかなかったんですよ。25,300が1400人も抜けちゃうのね。悲しいよ。だからたまにはやろうと思って。ダブル。こちらからの。さあ、こちらが、こちら消えてからの。ケミカルさん、フレンドかチームでください。直接取引は、219-3の直接取引でお願いします。パワープロ君でお願いします。ケミカルさん、聞いてますか？オッケーです。はい、すいません。佐久間からの、はい。はい、花澤さん。はい、皆さん、年賀状をいただいた皆さん、ありがとうございます。ナイス年賀状からの、はい。さあ、ミラプー、こちらが、ギャンブル染めはフィクサーからのナイスミラプー、事務員。100万ミラプー。そしてこちら、アルルからドラえもん軍 TA 行きます。やる気ありますね。さあ、200万ゴールドからのアルル。しかし、ヨッシーのあの動画は本当に素晴らしかったな。さあ、ナオト100万ゴールドからがフィクサーナイス。100万からがナオト。さあ、フレンドの誘いから。ちょっと俺、フレンドな、ほんとフィクサー、ほんと。フィクサーバージョン3で一回全部整理させてもらおうかな。こちら。リアルお願いしたせいでカジノフィクサーで稼げるのを忘れてました。運だけのフィクサーにナイス。100万ゴールド、ヒロちゃん、ナイベット。イタス取ってもらうオンライン対戦できるの？オンライン対戦ね、できないんですよ。だからね、私も企画を変えましてね、用意ドンでスタートして早上がり対決ですね。まあ、これもイタスとの、だから TA ですね。決まってるマップの同じマップをやって TA 勝負。300万ゴールド。条件は全く平等でございます。さあ、ロアからがキャメロン。300万ゴールド。あとね、もう一個細かくユーザー放送でやった理由がありましてね、ラグがあるんですね。これはちょっとマジな話なんですけど、いたすとね、チャンネルとユーザー放送って8秒ぐらいラグがあるんですね。俺のがチャンネルでやると8秒有利になっちゃうんですよ。だそういう意味でフェアな勝負のためにこちらもコミュニティにしたという理由も一つありますね。まあ、本当にマジで順調で言ってる時はね、同じ先に銀行入った方が勝ちっていう時に8秒っていうと、まあ言っても、まあ一旦までは言いませんけど結構かなり有利なんでね。サイコロ振って進んで全部やってなん、一つ物件買ってなんて早ければ本当10秒で終わりますからね。さあ、リスエル100万ゴールドからが、こちらが、ナイス。ターン、一旦は違わない。さあ、リスエル。さあ、こ
こちらプーさんが無理そうなニュージャレンジャー、プーさん OK、 ナイスダースからナイスフィクサーチームイン、500万ゴールドからのチーボー、こちらが社長プーさん、ナイスナイス。さあロア外しからのナイスチーボー、そうですね、タイマーはありですね、チーボー。まあとにかくあのあれですよ、まあ、とにかくあの上がりつって曲がった瞬間で、こちらの込みでこちらの放送にあのコメントいただきます。50万からがチーボー。まあだからそこのラグを考慮して、まあ私がちょっと3秒ぐらい遅れてスタートというのがちょっとフェアかもしれないですね。2人のスタートを確認してから私がスタートをして、それでこっちのコミュニティに上がりましたっていうコメントを打ってもらって上がりというルールでいいと思います。さあ雨、まあ、あのモンスター討伐と違ってそんなね 0. 何秒を競うような勝負ではないので、300万ゴールドケミカルからがナイス。ただ同じターンであと銀行入ればという争いは何回かあったかな。さあ100万ゴールドからがこちらがナイスプレータボルテ。さあ年末お会いできて光栄でした、プレタポルテ。はい、ナイベット、ナイス、こんばんは、ナイス。ダイナードさん100万からがアンジー、200万がロア。さあ200万ゴールドからが、さあおお、ギャンブラーいますね、新春からギャンブラーいますね。さあナイスサクラ、50万からこちら GR サクラさん、ナイベット。でも1月2日に新春のフィグバーやったらね、13人も来てくれて嬉しかったな。結構1日2日で、俺 3days 面白かったけどね、 3days はちょっと長えな。来年はあれだな、来年は、年明けまで OK の、2日は明けて3日フィグバーでいい気がしてきた。さあ200万ゴールド、さあ200万ゴールドからが筋子さん。あのバトルルネサンスったらいつ来るんですか。いや、それは皆さん、あのスライムレースのゴールドっていつ入るんだろう。そこに私も照準を合わせないとね。皆さんの固定給が入る、スライム固定給が入るシステムからゴールドが配られる。やっぱあれだな、あのユーザーコミュニティチャンネル関係なく、あのドラクエだとみんな見に来てくれるんですね。ドラクエでしかもギャンブルだとみんな来てくれるんですね。さあ皆様、こちらイカくくり久々からナイスフィクサー、50万ゴールドだ。WV くくりさん、ものすごく久々、本年もよろしくお願いします。 WV から、さあフィクサー 2.26 倍、ロア 1.81 倍。さあひろゆき、こちらがひろゆきさん、よろしくお願いします。200万、さらに1月末なんだ、ひろゆき。じゃそこには照準合わさないとな。さあ、ひろゆき、200万ゴールドからが、ナイベットからが、花ちゃんが社長に50万ナイス。50万ゴールドがこちら、花ちゃん。ナイベット。あ、そんな長いの？え、そんなに長いの？2週、10日間？ 11 日間やんの？ 17 日間。さあ皆さん、新春から多くお張りいただいておりますが、フィクサー 2.07 倍、ロア 1.91 倍、プーさんが 4.1 倍からの優勝賞金が1000万ゴールド、プーさんに返してないんだよ。プーさんにはパーパララン、こう来て少々、かなダースに送って、ロアからもらったプーさんから900万もらって、ダースに送り返しての愛、タタタタン。おお、藤峰子久々じゃん、やばい、藤峰子やってたんだ、いいね。
皆さん、もう一度ルール説明します。これから Wii ですね。まあ、Wii U でもできるんですけど、Wii のいただきストリート、マリオとドラクエのやつですね。あそこのマップ、天使界というマップで最初の設定、コンピューターと対決するモードで、1位でゴール。まあ、当然ね、プレイヤーが普通にやると1位でゴールできるんですけど、1位でゴールしたのが早かった人に、賞金1000万。なおかつ、ビリから1位に、こちらが、まあ、何ですか、差し馬1000万。まあ、優勝者には2000万ゴールドの、賞金。ビリはマイナス1000万。そして2着はチャラですね。何もなしというギャンブルを開催させていただきます。今、エントリーがフィクスター、ロア、プーさん。この3名でやっておりまして、一番人気がロア 1.91 倍。さあ、1000万ゴールド、しずく DE さんからがプーさん。さあ、1000万からがしずく DE からでございますが、ナイスベット。さあ、本年もさ、オビちゃんから来ました、ロア2000、1万5000が最初の設定にします。いじらず、目標金額はね、ちょっと俺記憶がちょっと定かじゃないんだけど、1万5千か1万2千だったと思います。そのまんまでいきます。さあ、オビワンからが、まあ、時間にして早ければ40分、時間がかかっても1時間弱で、クリアできると思いますね。まあ、ただコンピューターのね、出来によるんで、まあ、どこが有利か不利かはわかんないですけど、私も、プーさんもロアも、かつてイタストギャンブルフィーバーの時にはだいぶやった、昔からやってきている中なのでね。まあ、そんなにド素人がありえないミスやって、ゴールができないとか、ブーイングが出るということはほぼないと思うんですけどね。まあ、ミスったら叩いてもいいですよ。まあ、ちなみに私は優勝する自信はめちゃくちゃありますね。めちゃめちゃあります。今年、新春から、役満上がってんでね、リアル。お遊びコミュニケーションマージャンで、1000万じゃねえよ。100万。1000万ってなんだよ。ちげえぞ、お前。誤解だぞ。で、こちら、マキーからが、プーさん50。今年も楽しみです、ナイベット。でて、1点1円だとね、逮捕されるんで。さあ、マキーさんからが、ナイベット。今年も楽しみ。マキーさん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらが、いや、なんだかんだ、これ一発目だな。マジでオフ会でよ、金かけてたとか言ったらよ、もう、いや、誰もオフ会来ねえだろ。うわ、この人たちマナー悪ってなんだろ。マナーっていうか、この人たち、モラルゼロやな。福岡の人たちの人かな？ゴールドかけてる人とかいるんですか？本当ですか？ゴールドはかけていいかどうかは知らないけど、かけてる人とかいるんですか？さあ、ニーヤン。だれれ。僕はね、僕は日本国内でね、賭博はやったことないんで。100万ゴールド。100万ゴールドからがポッティ。さあ、ナイベットからの、さあ、こちら。てれて。ハグメタリューブ、うるせえな、お前。なんかイララすんな。NG 入れてえな。さあ、こちらが、フィクサー 2.75 倍、ロア 1.91 倍。100万賞1000万 G ね。そんくらいもらえたら、そんくらいもらえたら嬉しかったね。そんなもんもらえないっすよ。また、ほんとね、5巡目で貼ったかんね。5巡目で貼って、ね。まあ、ちょっとお客様でしたけど、まあ、私が言ったのはね、まあ、取った時に、私のような王に何度もツモさしてはいけないっつって、ツモをスワンコして上がりましたね。ちょっと調子乗ってますよね。私のような王にこう何度もツモらしてはいけない、ツモ。さあ、クレラップからが開幕戦取っちゃいましょう。ナイスクレラップ320万、ナイベット。タララー。320万ゴールドがクレーラップがナイス。さあ、フィクサー 2.48 倍、ロア 2.02 倍、そしてプーさん 2.84 倍。最近ドラクエ生主界隈ですとね、クマサル、早いですね、プーさん。どんだけ知見だよ。お前らプーさんすげえぞ。
ナイスロンギー。おい、プーさんすげえぞ。プーさんすげえ。おい、プーさん。15分あれば買ってきます。速攻バイクで行ってきます。次コメントを入れてきたの。14分35秒後。素晴らしいですね。クマ、株上げてくる。14分35秒で帰ってきた。素晴らしいですね。やばい。やばい。これはプーさん流れ来てる。完全に流れ来てるな。俺15分で言ったら20分帰ってこねえもんな。俺お前らと、俺トイレ1分とか言って1分で帰ってきてるけど1回もねえもんな。職人さんの息ですね。素晴らしいな、おい。素晴らしい。素晴らしいな。さあ、皆様、間もなくでございますが、なんとこの一発目から別途多くいただいております。さあ、賞金が1000万からのロア1000万ベット、プーさんも1000万ベット、いただきましてからのエントリーで残り2分少々で締め切ります。さあ、残り2分少々、1番人気がロア 2.02 倍、フィクサー 2.48 倍、プーさんは 2.84 倍というところで現在頂戴しておりますが、ただいまより読み上げをさせていただきまして、この2017年一発目のただいまより読み上げ。ただいまより読み上げをさせていただきまして、読み上げ終了でこちら開始とさせていただきます。フィクサーからの天使会早上がり対決、賞金1000万、ビリが1位に1000万の差し馬。シンディ30、ハローワーク200、リンゴ50、カナコ300、ミラップ100、アルル200、ナオト100、ヒロちゃん100、ユキニャ5、リスエル100、チーボー50、ケミカル300、サクラ50、ククリ50、ヒロユキ200、ハナちゃん50、ユキミツ20、ニーヤン100、ポッティ100、クレラップ320、ルイーダ50。1000万張ってるのでジバリいらないです。そして、ロア軍のベッド、ロア君へのベッドが、イシュタル300、タヌタン888、テルミナート50、キャメロン300、プレタボルテ100、アンジー200、スジコさん200、オビワン1000、そして、プーさん、ダースが500万、コータン、はじめまして200、チーボー50、アメ200、しずく1000、マキー50、ウキン100、セブンス60以上の方々が今年もギャンブルがやめられず、新春からカジノフィクサーに、ベッドしていただくスーパーギャンブラーの皆さん、どうもありがとうございます。300万ゴールドからが、うちゃみくん。今日な、一人も張んなかったらもうカジノ今年閉店しようと思ったけど、こんな張ってくれるんだったら今年もカジノやるしかないですね。さあ、200万ゴールド、さあ、変わらず皆さん、まあ言いにくいんですけど言います。20% コミッションいただいてます。20% コミッションいただいてからの今年は、要望、ダークキング TA、レグナード TA はぜひとも継続してもらいたいと。さあ、こちら、秋嫁、運試し、プーさん、50万ゴールド、ナイスカラガーカリブ。ナイスカリブからが、さあ、こちらがフレンドがいっぱい、藤見猫。ごめんなさい。フレンドからが、フレンドだよ。フレンドがこれね、もう切っていい人、もう切っていいよという人、今年も切っていいよという人いらっしゃいますか。さあ、アイニアさん、ごめんなさい。こちらが、青さんは貼ってくれてるかな。青豆、赤色、赤色見ないな。赤色ごめん。赤色、秋津、浅田真央さんも見ないな。浅田真央さん、朝子、アブ、アメ、アモータスも見ないな。ちょっと年明けだからガガンといくよ。ガガンといきますよ。アルテミスも見ないな。アーリーアーからが、アーリーもベッドあんま見ねえけど、イシュタルウィンからの、エンヤでエル、エル、エルコスさんが最近、オションからのオティンチン、オビワン、カズニーカナコ、カバオくん、カメノガッティ、キキキビコ、キビト、キューベー、キュヒデ、キラーからの、キークンクッキー、クニアル、クマサル、クラナ、クレア、クレラップ、グッチ、グレンカク、グロージャン、ケンコウ、ゲンジ、コハル、コロボボ、コントラスト、サクラ、サナ、サンダース、ザナドゥザン、結構みんな見るな、シーゲールも見る、シズク、シバ、シマコ、シャークス、シャーレ、シンゴ、シンゴ、シンスケ、シオン、ジョー、ジン、スクーランプ、スズ、スラキチ、セフィールド、セフィールド、スラキチ、テイラ、タヌタンからのダノさん、最近だね、ツクヨミ、TKC、T リバ、ツアーモードじゃなくて、なんだろう、天使会、なかったでしたっけ？天使会普通にできるやつ、ツアーモード、まさか、
天使のとこ個別でできない？どれからのドラ、二階堂、ノリネム、花沢、ハニー、ハローワーク、パシフィスタ、バドメ、ヒナ、ヒナのヒロキン、PB さんも見ないかな。フィグネット、フィグネットからの、最近見ないね。ヘリオス、ベアトリクス、ベビーモス、ツアモド。こちらが、ポートーコさん、ポッポさん、ポコさん、怪しくなってきたな。マコッチ、マッコイ、マルンさんも見ないかな。ミユミユミオ、ミユミユミオ、ミドガルズ、ミユツ、ミヨシ、ミル、ミルさんも見ないかな。ミルさんからの村正もベッドは見ないかな。10人あげたいね。モルルちゃん、モンブラン、野菜ちゃん、ヤズキッチからのユリアン、ユリーカ、ラッキー、ランマ、リズ、ルイ、ルシ、レオ、レン、ワルカス、ダース、9人あげた。オッケー、どうぞ。オッケー。さあ、こちらカリブ50万ゴールドからのプーさん、ロニがフィクサー100、プーさん100。さあ、ナイスロニ。100万からがロニ。スロットのみにできると思いますよ。100万ゴールドからがロニー。さあ、そしてクマサル来ました。100万被害者、ナイス。さあ、ねえ、クマサルチーボーさんは、8000点、ヨッシーさんが16000点。さあ、クマサル350万ゴールド、ナイス。そしてトーマがこちらフィクサー100万ゴールド、ナイベット。ナイケチームインまだまだ募集してます。さあ、ナイス。トーマからのツアーなら天使会8000、でスローだけにできない。じゃああれだね、天使会8000のスローだけにできないで OK です。ツアーで OK です。300万ゴールド、ウォッカからプーさん。300万からがウォッカ。で、スローだけじゃなくていいね。みんな同じ条件だからね。ただ、スライムレースとかになると超長いからな。さあ、キコリさんがこちらが、はい、100万ゴールドからが、タクチンがこちら。社長の TA の強さが 0.015、大したことない。ロア50でナイス。いやいやいや、コンピューターに1位取られたらもう負けですよ。コンピューターに後を引き終わったらもう負けです、負け。そんな奴はもう優勝資格なしです。で、まあ、ありえないですけど、全員コンピューターに負けた場合は、やり直しです。全員コンピューターに負けた場合は。もう 100% に近い確率でないです。さあ、今年も初ナイキャッチ、熱望からのナイスサイトゥー。サイトゥー。タララララ。さあ、それでは皆さん、こちらで、おい、フィクサー、龍が如く監視中、ナイス。さあ、1000万ゴールドからが、富士峰子、久々。富士峰、あとね、ミネコさんって方もいらっしゃったんですけどね。富士ミネコさんとミネコさんとね。さあ、富士ミネコ、来ました。さあ、こちら、子さんのギャンブラーナイス。行けたら社長に100万ゴールドは OK、ナイベット。さあ、いいですね。この喋ってると、このカジノフィクサー。今年も頑張んなきゃいけないですね。さあ、100万ゴールド。さあ、皆様、新年早々お熱いベッド、ありがとうございます。シャビからが100万ゴールドが、シャビさんがロア。はい、ナイス。ケンポちゃんナイス。100万ゴールドがシャビ。俺読み上げ全部読んだっけ？俺読み上げ全部読んだ。もう脳みそを疲れてきたな。150万ゴールドがヤクザ。ヤクザ。はい、オッケー。それでは皆様、受付終了。10秒前から9秒前。8、7秒前。6、5秒前。4、3、2、1秒前からがこちらでラストを締め切らせていただきます。ロア君、プーさん、放送準備、Wii U の準備、どうぞよろしくお願いします。
じゃあこちらで締め切り、一番人気はフィクサー、一番人気フィクサー、これ痛っすやると面白いんだよな。 2.05 ロア 2.26、 そしてプーさん、プーさんが 3.12、 1000万差し馬、賞金も、1000万ゴールド、これでいいか。はい、OK。 イグさん2、5、ドア2、26、プーさん3、12、1000万差し馬、賞金1000万。じゃあこちらで締め切らせていただきます。チャララララ、よし、準備できたら行くか。プーさん URL 省略。チャラー。それでは皆さん、新春イダスト大会開幕案内っす。はい。ロア君声ボロボロだって言われたんですけどね。プーさんのところやるの久々ですね。前、もう1年ぐらいやってないんじゃないかな。チャラー。これで俺とかルアがコントローラー故障でさ、笑うよな。始まんねえぞ。始まんねえぞ。新春初売りセール。ナスはご通用、年末年始をありがとうナス。そんなにやってないですかね。ドア気に起きてるのかな。おい、ナイスモジャ君。来た、モジャ君。モジャ君、ありがとう。じゃあ皆さん、もじゃくんの衝撃の写真見ます。これなんだこれ。テレレー。テレビとゲームパッド。僕ね、年末もじゃくんにお会いしたんですよ。ナイスガイでしたけど、あの皆さん。うちね、横浜の関内というね、とこにライブハウスあるんですけど、関内駅からベージャングルまで7分ぐらい徒歩あるんですよ。もじゃくんこれで歩いてきたらしいですよ。駅からうちの店までうろうろ迷いながらこれで歩いてきたらしいですよ。ドアは拳銃みたいな声なってますよね。もじゃくんなんでこれで歩いてきたんですかって聞いたら、いや、到着するまでに、あ、もじゃくんかもって思われたいからって言って。で、あの、絶妙にここの部分だけちょっともじゃくんがちょっと顔写りして、まあ、本人にね、写真確認してもらって、これ乗っけていいって聞いたら、もじゃくんいいよって言ってね。ただね、もうね、この角度だけ見ただけで、俺、もじゃくんの顔、はっきり覚えてる。もう、皆さん、もじゃくんに会ってる人たち、ここだけ見ただけで、もじゃくんの顔、はっきり思い出せますよね。もう、それほどもじゃくんはナイスガイでしたよ。チャラララララ。完全にもじゃ君リードですね。こんばんは、お邪魔します。遠方よりありがとうございました。楽しかったですね。もじゃ君、妖精です。もじゃ君、まあ、妖精ですね。リードだったな、わら。チャララ。まあ、女子大生かな。ね、わら。女子大生かな。まあ、女子大生かな。あ、まあ、静香ちゃんはね、確か2年目の OL さんでしたね。おい。音でけえよ。なんか音でけえよ。ラララ。ただ、あの、他の人の情報だと、もじゃくんは密売人顔だったって誰か書いたらしい。ラララ。棒読みちゃん入ってるよ。ナイスイタスト。やるか、イタスト。やるか。これ普通クラシックコントローラーできたっけこれ。密売人顔ってよく言われます。だらら、密売人顔ナイス。やるか。さあ、プーさんとロアさんもね。うわ、懐かしい。イグサが警察だったら職質しますか。しない。チャンネルでやらないんか。チャンネルやらないよ。もじゃくんの顔やばすぎて笑いました。これ、スタンダードルールか。
こちらがヤバすぎるってなんだよ。失礼か君は。ツアーモードか。新しく始める。2015年10月17だから1年以上やってないわ。さあ1年以上やってない中のドラゴンクエストツアーの全然8000とか嘘じゃん。俺じゃ天使かよ。さあそれではロアさん、ロアさん、プーさんスタートしていただいて OK です。上がったらこちらの放送でコメントください。社長が893でもジャ君が密売品ってやばいですね。じゃあ一番最後に、私スタートするのするので、上がったら、コメントください。アットフィクサー。さあロア君とロア君とプーさんは先進んで OK です。プーさん込み入ってねえな、これ多分。プーさん込み入ってねえ。プーさん込み、プーさん込み、プーさん込み、プーさん、ドラクエ天体が入ってるよな。それぐらい気に入ってるよな。よし OK。 新春いた人からフォローで入ってフォローするコミュニティ。 OKOK、 ナイスプーさん、準備 OK。始めてるよ、プーさん。始めていいけど。はい、オッケー。じゃあ、私も始めます。じゃあ、始めます。はい、オッケーです。じゃあ、ロアさん、プーさん、こちらのコミに上がりというふうに、ね、打ってくださいね。よし、ナイスイッチャー。イッチャーじゃない、ナイス1番。いたすとは絶対1番の方がいい。1万5000でゴール、サイコロフィル。1111155はダメだな。あー、ちょっと待って。あー、微妙だな。微妙だな。微妙だな。123。何言ってんのこれ。123。下、123、123、4、123。4、220、220。ここ止まる。店は、買わない。ワープチャンス、銀行にワープ。よしよしよし。テレッテー。さあプーさん放送、ロア君放送、動きがあったら教えてください。これ今の240買う人もいるかもしれませんけど、私はね買わないですね。1軒目に入、1軒目に止まんなかったら買わないです。次のターンでね、3ついける可能性がない時は買わない。1ターン目はこれ6だろ。6でこれどうする。6でこれが、あ、高いところだけど、6でこれが、420の物件上に100。あー、これどうすか。これはね、これはね、これは、これは420いくわ。 OK。 間開くと感覚忘れっからな。上こい、上、上、上。よし、56半額ラッキー券付き。イタストルール全然わかんない人。サンディ、サンディ懐かしいな。ドラクエ9な、懐かしいよね。昔超やってたよね。ドラクエサービス開始直後すごいやってたよね。こいつ鬱陶しいな、こいつ。こいつ。サンディ鬱陶しいな、こいつ。2!オッケー、来た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 。チェレー。 Wi-Fi でやっていた
マータローさん、ほんと生打ちでしたね、マータローさん。ここで3人もらうでしょ。1、2、3、4、次俺、1か2だな、1か2。6。まあ、今んとこ俺、それなりに有利だね、それなり有利。1220、サンディが2、こいつ、よしよし。いいね。いいよ。俺、マジで出したいのが、1か2、1か2だ、1か2。3はだ。なんだよ、もう。パッパッパーン。これ、ドラクエ9のアップだよ、これ。イザヤ、もうこいつ。ドラクエこれ始めたばっかやけど、生虫自体は7年ぐらいやってる。あ、そうなんですか。7年ってあれですね。サービス、生放送サービス開始ぐらいですね。サンディからの、はい。どうすかな、これが1冠目3。いやこれな、これな、これな、ナイス3件。いけ24。ちょっとこれ三次特技やらしいな。モノポリステータスとの特技ゲームですよね。まあ、モノポリのが先じゃない。他の放送室をチェックしとかないとな。プーさん、ナイスカード、ナイスカード44。これ1万5000ゴールド集めて銀行に入ったら勝ちです。で、買って下に書いてある数字を他の人が、僕の今、なんすか？これクリフト、これ310で買えますよね。今68という数字。この68は他の人がここに泊まると68ゴールド没収してクリフトさんに入ります。お店の売り上げとして入ります。今一人プレイです。1万5000だって、もともと。ふざけんなよ、これもう。こいつ。こいつマジ。なかなかいいとこ捉えたな。これサンディからが、はい、この4、1、2、3、4、はい、ここを上げる2000ゴールド、1100から、これ2、4、何なんだこれは。もう俺この最初のこれでもう1周目で2回もお休みとかアホだ。てれてー、ロア放送だ、ロア放送。現在速攻、ロア2676、ついに2700。マジかよ、ちょっとロア一歩リードだな、これ。なんなんだ、もう。やべえ、クリフト。マジ。これが取られて、5倍買いなしな。5倍買いなしな。5倍買い、よしよし。サンディから。これで島が動く、いいね。これ素晴らしいね。島動いてからの1以外、2、2 OK。ナイス。あとダイヤ。はい、18。
一番最初買っとけよかったな、わら。これはいけませんね。100。なんなんだよ、もう。お前こいつ、お前なんなんだよこれよ。これアップからの、いやこれちょっと待って、これ大事なのこれ。6。よし。26。はい。1。よし。よし、いいね。上の黄緑エリアは死んだ。2。6。サンディ取られて、これは株勝ちを狙うしかねえな。物件勝ちは厳しいな。2。サンディで株は増資しない。フィクサーが、これがもう何なんだもう。68クリフトに払う。買わない。これサンディに107。現金ずいぶん抱えちゃったな。4。島移る。サンディも受けてるな。サンディ3。銀行周り買うしかねえんだよなこれな。これはいいよ。これは最高にいいよ。3。次1、2。2、3、4。次俺2、3、4でいける。2、3、4。2、3、4で俺だいぶいい。よしよし。そこは増資して。サンディで、サンディはこれ左組んだよ、左組んだよ。6はまずいな。OK。よし、俺最初のチャンス来た。結局銀行周り強いからな。私は最初のチャンスが来て、ここで、2、3、4出したら結構有利。2、3、4。よし。これかなり有利だね。2、3、4。まあ、3、4だよ。クリフトに乗っかられてんのか。クリフト乗っかられてっからな。こっちだ。やばい、これは渋い。いや、これは渋い。いや、これは渋い、これは渋い、これは渋い。左下行ってくれ。左下。よし。よし。ちょっとアホだな。いや、ちょっと待って、やばいよ、お前もう、こいつよ。こいつ絶対左上行くじゃねえか、右上や。こいつ右上行くわ。いやもうこいつマジよ、こいつよ、もう最悪だなこれ。やべえ、これちょっと足が遅い展開になっちゃったよ。これやばい、俺不利かも。やべ、俺これマジで不利かも。結構不利。 20% 値上がり。
いいエリア、はい。これはまずい。これはちょっとまずい。サンディから2、2、2、2、2、2、3。加速できなそうな展開やな。3か。こいつやばい、すべての株7、これはでかい。さあ、うわ、スライムがなかなか来てるな。スライム大活躍とかムカつくな。隅から12だな。123123。前半はこのカードがでかい。86。よっしゃー、みんなから100でかい。前序盤これでかい。アップから、わあ、ロアが3点買い、しかも銀行回り、これやべえな。落ちてスライム4。スライムが随分サイコロ引きがいいんだよな。やべえな、ちょっと違う、やべえな。3軒エリア、スライム3軒エリアからのサンディ2。これやべえな。これ 7% 成長からのロア3件にきつ、プーさん3件にきつ。そうそう、まずい。これまずいぞ。俺2件エリアもね、まずい、まずい。さっきからやべえばっかりだな。わら6。いや、どうするかな。銀行だ。株で株で一気にいこう。これ一応ビリ争いまであるからな。さあ、増資、俺次出さなきゃいけない。2だな。やっべ、マジ鬱陶しいなこれ。やっべ、これマジで鬱陶しいな。いや、もう最悪だなこれな。いや、これ最悪だな、これもう。ダイヤ。いや、最悪だな、これもう。いや、最悪だ、これもう。いや、最悪だな、これもう。面白いですね。いや、でも俺展開的にはめちゃめちゃ不利っすね今ね。
流れからの1位。よっしゃ。大事。下がっちゃうんだな、これな。これ下がっちゃうんだよな。この日5倍5倍外か。いや、これ、まあ、しょうがねえな。店がもう余ってないな。現在ロアが4979、プーさんがいくつだ。いやー、ここ運命の分かれ道だな。ここは分かれ道ですけど、ここは買います。ここは買います。ここ買わないと未来がない。いや、ここの店を倍で手放さなきゃいけなくなってるから、ちょっと流れ変わったな。ちゃちゃちゃん。困っちゃうのが次なんだよな。兄さん。55は無料サービス付き。ここで困るのが1が出ちゃった時は困るんだよ。1が困るんだよ。さあ、よし。ちぐはぐだけど物件が結構抑えられて、ここで一回離れる。さあ、クリフト、ここで一回脱出できない。あのプーさん、ロア君ね、多分大丈夫だと思うんですけど、コンピューターをもし飛ばして1位になった場合も優勝です。もちろん1着、とにかく1着で優勝でゴールしたら優勝ですからね。これは一人飛ぶか、一人破産人数多分一人だったと思うな。一人飛ぶか、もしくは1万5000ゴールド抱えて銀行に泊まる。これ85もらう。マークを集めて銀行に行くと、サラリーといってね、基本給がもらえますね。ロア早えな。なるほど、ありがとうございます。さあ、サンディから5、1、2、3、4、5、これスイッチ入れる。2だよね。からが
発。ドラクエ9のステージですね。あそこの私の717のところに誰かが止まってくれると一気に勝ちが見えます。スライムが次3出してくれたら勝ちが見えます。スライムが3です。皆さん見ておいてください。スライムが3で私優勝に一気に近づきます。しかもね、最弱ランクだから意外と出したりするんですよね。シャッフルブロック。イグサさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ナイスサンディ。やべえ、ちょっとロアが独占地域、これはまずい。ロアが独占地域はやばい。ちょ、やばい、ロアやばい、独占されたやばい。こいつほんとクソついてんな。この前のモモテスト、いいよ。あー、ちょやべえな。スライム3、もうゴーじゃねえよ。やばいなこれ。97、俺とプーさんの勝負かこれ。プーさんいくつ。プーさん4380。俺とプーさんいい勝負だな。60からが他の株が値上がり、はい、受けないっす。ナイス値上がり、はい、いいよ。4、なかなか足の遅い展開ですけど、私これ物件的にはね、サンディがほとんど物件もないよ。サンディを飛ばしておわんのが一番いいね。112きついけどしょうがない。これで俺サラリーが入る。31は大丈夫だよ。奥さんのお兄さん、さあナイスからの多分自分の店行くでしょ。右上、いやめちゃめちゃ牛歩だな俺たち。ここでもらう。お兄さんでしたか。大丈夫ならよかったです。よし、54、53、株1貫目2個 C。
いや、どうしようかな。13の地域いるか、13の地域いるか、いらねえな。13、これはいらない。204。ナイスコミさんか。やべえ、ロアが、やべえ、ロアが伸びて、俺とプーさんがいい勝負。サンディが1234、4が上に行く。94、94がダイヤもらえる。13、いや来た、チャンスは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 来た。よし、よしよし、しょうがない。プーさんが独占取れてないんだったら俺のがちょっと有利。1万4000。これコンピューターがアホだから、コンピューターは俺のとこを踏む可能性がある。よし、コンピューターが俺のとこ踏んでくれれば勝ち。てかもうスライムかサンディが飛べば俺の勝ち。よしよしよし、よしよしよし、よしいいぞ。よしいいぞ。サンディ下がってサンディからだな。下がってから、サンディ49で下がってから、はい、マイナ5マイナ1、これ下がってマイナ5マイナ5、サンディ打つ1。いや、ロアがまだ1、3、4。ダメダメダメ。ナイスカード92。いらねえな、いらねえな。お、いいねいいねいいね。1、はい、いや、ロアなんか 13% ダウンとか起きろよな。スライム1、はい、64でしょ。ちょっと俺これ大事だな、このターン大事だな。4132、 13% は出てるから、エリアダウンが高くなるとしたら4。
いや、俺はこれサラリーよりも、2、2、5。そうだな、いかねえよな。1、2、3、3。まだわかんねえな。コンピューターが飛んで終わる可能性もあるからな。プーさんどうなってる？プーさん。ちょ、プーさん見るか。てててて。プーさんが、いや、プーさん進んでんな。7266。6。どっちだ？どっちだ？止まってもらわねえとダメだな。プーさん何色だ？プーさんが黄緑だろ。6。よし、スライムが1、2、3出しゃいいんだ。スライムが3。いや、3じゃいかねえか。うん、下、これ下、よし、来た！来たー、もうサンディが来た、サンディが下、よし。うわ、ふざけんなよ！こいつマジで言ってんの、こいつ。こいつよ！うわ、こいつマジ鬱陶しいな。うわ、こいつコンピューターの分際でマジか、こいつ。これはシビいな。いや、これちょっとやらかしたかも。いや、これやらかしたかも。いや、ちょっと待って、今のは痛えな。ここで独占クスラッシュ寿司、わらわら。いや、今のは痛えな。2、4。いや、ムカつくなこれ。いやー、うっとうしいな。なかなか鈍足やなこれ。欲しいなこれ。失礼。ここ買いてえけどな。ここ買い360円だ。これだ、ダメだ。ここだ。買い戻せねえしよ。もう
よしいいぞ。よし、クリフト次、1で浴びる。クリフト1で浴びる。ほんとスイッチ押したい。いや、これはスイッチ押してえな。スイッチ押させてくれ。よっしゃ、来た。よっしゃ、これでクリフトが1と3で死ぬ。クリフト1と3で死亡。これも神だ。よし、クリフト1、3、4、1、3、4、1、3、4。よっしゃー、来た来た、食らわした。これクリフト飛ばして終わる未来がある。よし、でロアはまだゴールしていない。これワンチャンあるな。これあるよ、これワンチャンあるよ。これ物件もあるし、ワンチャンあるよ。ここもらってからのサンディ、はい、4、43、株で払う。いや、誰か飛ばし終わりてえな。本人からコメントが必要ですね。サンディからが1、俺対プーさんかよ。上がりました。ナイス上がり。ちょっと俺結構苦戦してるわ。2からがここだ。いや、俺とプーさんシビーよ。ここ雑誌山にしゃん。違う違う違う。プーさん1万616。さあ、ロアが優勝ないキャッチカーの。パーブロ君、配れる範囲でロア君のベッド配っていただいて OK です。イシュタルさん、タヌタンさん、テルミナートさん、キャメロンさん、プレダボルトさん、アンジーさん、スジコさん、オビワンさん、ウチャミくんさん、テトさん、キコリさん、タクチンさん、プータンさん、シャビさん、ナイス勝利。2だろ。俺とプーさんで3000違うから、ちょっとこれやべえな。
これこれ優勝はできるけど時間かかる展開になっちゃったのかな。よし、ここない。スライムが同士始めて、サンディ、まあ、サンディが飛ぶ未来もあるな、これな。サンディがここで買う5倍買い。いやー、ロア展開恵まれたな。俺とプーさんは今俺のがちょっと不利。この差し馬レースはビリ戦があるから面白いけどな、ちょっと時間かかるからな。さあ、勝者ギャンブラーの皆様、少々お待ちください。あと15分弱で決着がつくと思います。こちらが1位。この1個前のトロデンジョだったらね、もっと早く決まるんですけど、ロアにトロデンジョにしようですから、さっき放送でやってたから天使会がいいっつって、まあ、ここの面面白いけどな。54から、これでこいつ払っちゃうんだよ、これな。払わない。サンディから3。いや、俺もプーさんも今伸びしろの決め手にかけるから苦しいとこなんだよ。うわ、もういやー、これイライラすんなー。物件持ってない、このイライラ。1。ここで5は好きなカード、好きなあれ、好きな土地、好きなお店、ワープ。昔バリバリやってる時何番出れたらもうなんとかだって分かってるよな。これでけえよ、1000万、1000万だからね。このおじさんいつも怒ってて面白いです。プーさん1918、サンディ。あ、ちなみに先にゴールした方が勝ちね。プーさんが2万持ってて俺が1万5000で、1万5000が先にゴールしても先にゴールした方の勝ちです。取れねえかんな、これ。この前あれだよな、あの年明けの MMO のさ、カウントダウン企画ってやつでファイナルファンタジーの吉田さんがマジでイライラしてんのちょっと笑ったよな。プーさん3枠目、そう、サンディが飛ぶ、飛んでそこ3、3、2、電池が減ってきた。はい、4。分かったよ、電池。よしよししてたな。分かったよ、分かったよ。
やべ、電池ねえかも。ちょっと待って、タオ電池ギターバーに誰もいないってマジ笑えた、わらわら。ここで5 1 2 3、来た高子いないよ、来た来た高子電池来た。基本話で高い星かけてたのに吉田逃げててつまんねえ男だなと。これやべえ、そんな近くに高子さんいるの。いや、これプレステ4で新しいイタスト出るまで我慢や。いや、これち、いや違うな。分かった分かった、これは、これ分かった分かった、これ分かった分かった、俺にやるべきこと分かった。これ40もすんのかよ。サンディ19からの、ちょっと待って。行くしかねえよ、電池がねえよ。いや、ここは、いや、これ全部いらねえや。やべ、マジな味、炭酸電池がね、マジでね。炭酸電池がマジでね。いや、これマジでね、これ。どうすっかこれ。時計とかリモコンとか。わこつ、これいつのイタスト？これウィーネス、ウィーネス。自宅のイタスト買うんですか？よっしゃ、ボスさん楽しみだ。イタスト買うでしょ。ドアとイタストやってるってマジワゴツ。ナイスワゴツ。おい、いや次 DS 版じゃないでしょ。あのあれだよ、プレステ4版だよ。
俺とプーさん超タラタラやってんな。俺とプーさん超せえな、マジやべえな。株どこもねえじゃん。プレステ4ということは対戦あるんですか？なんだ、プレステ4は対戦あるんじゃない？それ争いにふさわしい遅さ。いやつーか、やっきちいな、マジよ。いや、こいつ、ほんとごめん。こんなぐだると思わなかった。まだまだロアの足元にも及ばないな。いや、こんなぐだると思わなかった。つうか、あそこでサンディに5倍返されると思わなかった。そらねえよな。さらに、ちょっと俺、悪循環入ったな、これな。この踏ませなきゃ勝てないっていう時はちょっと流れ悪いんだよね。自分で増資して勝てるとかね、株乗っかって勝てるはずだけど、相手に踏ませなきゃ勝てないし、これ踏ませるためには分岐が多いんだよね。いや、どういう料金設定になるんだろうね。ステージは独占してても増資も受けしないと無理だよな。そうなんだ、全然ダメだったよ、全然ダメだったよ。いや、プーさん勝ちだな。いや、俺も桃鉄に続いて本当今年ボードゲーム最悪だな。ちょ、スライム飛ばして勝ちて。プーさんはちなみに今閉じ込められてる。こいついかねえもんな。6。100だろ。いやー、じゃあなんでもこれはもう、これはもうちょっとあれだ、最後はめ、もうはめ殺すしかないよ、これはめ殺すしかない。今回スライム強かったな。強えよ。もうはめ殺す。それやべえかも。いや、お前そっち行くなよ。下から回れし、ハートの方回れよ。出らんねえ俺。いや、しかも誰も俺のゾーンにいねえよ。やばい、ギリ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 、やばい、俺あと6ゴールドしかない、6ゴールドしか。やべえよ、6ゴールドしかねえ。もう行くなよそっちは。こいつらマジ卑怯者だろ。こいつらふざけんなよ。コンピューターの分際で失うもんねえ分際でよ、お前来いよ。ビッグ様が飛ぶって展開あります？もう腹立つなこれ。
マーク取れねえしよー。あー、イライラしてきた。これめちゃくちゃイライラする展開だな、これ。プーさん早くゴールしてくんねえからな。バンク、所持金不足じゃねえよ。ドラクエのセロロッコでそのまんま入れてくれりゃよかったのにな。本当です。プーさんゴールまで3マス、3マスです。俺は諦めないぞ。プーさん1万5000言ってたけど終わってないのはなぜ。銀行ゴール入ってないから。いやもう全然ダメだったもん。いやマジでダメだったもん。今回マジでダメだった。普通にビリだし俺コンピューター相手にビリだから。いやもうほんとダメだった。いやほんとゴミだった。33ゴール入った。サンディはあの5倍ライダー痛恨だった。わら。いやサンディのあの5倍ライダーやられた。もうほんとそれであれの流れ変わった。なんなんだよこれ。もうイライラすんな。もうはめ殺す。プーさんにこの3マス止まらして。いやもう腹立つな。もうこれよ。2億掛けだと2億。ネット対戦で9位足すと今ないからな。2億。プーさん早く上がってもらっていいですか。プーさんとろくないですか。もう上がってもらっていいですか。よし、最後カジノの勝負。上がりました。それでは失礼して。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずもなく。積み上げすぎたよ。どうしてもこれだけはあってこと。わがままなだけだった。だけどみんなが優しくしてくれていたから、甘えてしまったよ。生涯守ると決めた約束も意気地なさを覆い隠す一度前なだけ。ああ面白くねえ。ということでロア君にベットされた方々ナイキャッチ。いやロアだけダントツ早かったな。いやもうなんかもう下手かよ。いや下手かよ俺もう。つうかもう天使界二度とやりたくねえ。なんか音楽がくれ。
あの音楽がテンション上がんなかった。もう二度とやんねえ。やっぱゲームは若くないとダメなのか。新春初笑いありがとうございます。いやもうそうか、もうあのもうほんとあの音楽がほんと暗い。ふざけんな。ボードゲームであんな音楽でやるバカいんのか。もうふざけんなお前。ちゃんとしろや。ちゃんと選べや曲。テンションが上がんなかったもん。ということで、はい、皆さん、ナイス。はい、というところで、皆様、こちら、イシュタルさんから678万ゴールド柄がイシュタル。サンディのせいだよ。ふざけんな、ドラクエ9。クソゲーが。さあ、イシュタルから、失礼しました。嘘です。678万ゴールド柄が、ナイゲッチ。文句張っていたのかと思った。コニコ動画。嘘ゲー言っていたのは初めて見た。冗談だ。いや、でも、サンディは許せない。サンディ、笑すぎです。サンディは許せなかった。やまじまじ。サンディは許せなかった。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、26万8800ゴールドからがタヌタン投げち。さあタヌタンからがこちらが2006万8800ゴールド投げち。これはゲームの味がない。俺がよくない。やつ当たりです。てんつうかサンディがムカつくんだよ。サンディがよ死ねえだろ。5倍買いあんな1万5000のあれで5倍買い死ねえだろ。さあこちらが678万ゴールドからがこちらがキャメロン活気、キャメロンがこちらが678万ゴールド投げち。さあ少々ヤロワさんもういたすとやりたくないです。もう今日終わりです。リオです。226万ゴールドからがこれで2億負けたら超ムカつくもん。プレタポルテハヒフ。さあプレタポルテがこちらが226万ゴールドから新春投げち。そしてアンジー452万ゴールドからおえその勝てると452万ゴールドないけっちいたそれ3億ですか。ヤロワさんそんな3億ゴールド貼れるやついないでしょ。ヤロワさん2人でやってもしょうがないしね。2人で3億やってもしょうがないし、そんな3億ね、3億筋子、そんな3億入ってくる人いないでしょ。筋子さん差し筋子さん452万ゴールド投げち。そしてオビちゃんからがこちらが2200できないんだよ。さあオビワンからがサービス終わっちゃったんだよ。あいうえさオビワンがこちらが2260万ゴールドからがナゲッチ。じゃロアさんこのハイテンションモードの時付き合うとめんどくさいんですよ。わかるでしょ皆さん。ハイテンションの挙句最後寝たりするでしょ。あんまこのハイテンションモードの時はあんまり相手にしないようにするんですよ。何回これでひでえ目にあったか、わけのわからないハイテンションモードの時。さあ678万ゴールド投げち。さあそしてこちらが452万ゴールドで、プーさんだってねギリギリ参加してくれたのにね。3億で瀬戸からが452万ゴールドからが投げち。そしてキコリ226万ゴールド。エロワさんスゴロクだったら人集まんじゃないですか。いたすと難しいけど。さあキコリからが226万ゴールドはネゲチ。スゴロクでもいいですよ。ほうスゴロクでロワさんいくら貼るでしたっけ。113万ゴールドタクチン。スゴロクでも貼れるんですか。3億面白かったね。タクチン
タクチン113万ゴールドはネゲチ。ボードゲーム3連勝部いいね。バーバラババー。確か任天堂の Wi-Fi サービス受け持ってた会社が潰れたからみんなドスの通信が終わった。ああそうなんだ、潰れちゃダメだよね。さあシャビーからがこちら226万ゴールドはナイキャッチからの、まずはプーさんに1000万リターンですね。1000万からフレンドハヒフ。さあプーさん、ハヒプーさん、プーさんですね。プーさん、プータン、プーさん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 だよね。ん？チーム？ですね、プーさん1000万ゴールドナイスリターン、ナイス2着。そしてロアさん、さロアさんは、優勝賞金1000万、優勝賞金1000万の、2000万返しが3000万ゴールドが足んない、足んない。パワープロ君お金、お金ください。3000万、おかしいな、おかしいな。3000万ゴールド返し、合ってるよね。1000万戻して、俺の1000万渡して、それで、賞金の1000万、3000万ゴールド。渋すぎる。サービス会社を買収したらよかったね。バラララ。おや、ちょうど3億2000万あるな。渋いな、これ。1、2、3000万ゴールド。さあ、ロア君、こちら、新春ナイキャッチ。さあ、アビダイス最高ベッド1回分からが、ラリルレ、ロア君が、さあ、なんと、さあ、年末の桃鉄1億に続いてからの惨敗は3000万ゴールドアンナイキャッチ。おー、イタストなら3億、イタスト3億、イタスト、でもイタストちょっと長いよね。スゴログやりたい人、いや、俺もう今日これでスゴログも集まんなかったら今年絶対やんねえから、もう今年一生やんねえから。はい、というところで来ました。はい、皆さん、やってまいりました。こちら、新春新春、2億すごろく募集、ヒルズ219-3、はい。なんだ、これも。さあパーティー、パーティー2億16ヒルズ2193。ロアさん集まんなかったら今日は終わりにしましょう。自爆でアビダイス頑張ってください。ということで払い漏れはないと思いますが、こちらが、イタストギャンブル、ロア君見事勝利から、プーさんご参加ありがとうございました。ギャンブラーの皆様、フィクサーに貼った方々、プーさんに貼った方々、失礼いたしました。さあというところで皆さん、まあスゴロクもいいけど龍が如くかなという人、スゴロクもいいけど龍が如くかな、ロアが2億、ロアが1億じゃん、面白くねえよな。なんか1億だ、なんか3億あんの分かってる、1億だからそんな面白くないんだよな。さあ新春2億スゴロクからがどうでしょうか。ロア君、私1億出しますのでね、まあ、3000万貼れるよという人がいたら、すごろく参加してください。セルフで3000万貼れるよという人がいたら、あの、すごろく参加していただいて。ロア君の方も同じ。ロア君の方は1億貼ると言ってんだね。さあ、新春、ちょ、曲変えよう。パーパー、まあ、ロアさんギャンブル狂なんでね、
さあ皆さん、ドラクエスゴロクコイン優先、ボス討伐、ボス討伐優先のコイン枚数勝負で2億ゴールド、2億ゴールドをかけた勝負でございますが、皆様2億ですね。ロア君が1億張るらしいです。私もじゃあ受けて1億張ってもいいですけど、他の参加の3名様は、最低3000万以上、何枚以上、あのこれあれですね、8万枚ですね、8万枚ラインですね。8万枚でシステム、8万枚ドボンですけど、私とロア君の対決は枚数が多い方が勝ちです。てってれってれて、パワープロ行くなら行こうかな。パワープロさんこういうリスクショットギャンブルやんないんで。パッパラッパー、ピンクの悪魔来た。ピンクの悪魔からの15秒前から14秒前、13秒前、12秒前、11秒前、10 9 8 7、6秒前、5秒前、4 3、2秒前。さあ、新春ギャンブラー活動しませんでした。おぉ。来ましたね。さあ、エーリンさんとハピアさんが来て、15秒前。14秒前。13秒前。12秒前。11秒前。合計で2億です。10秒前、俺とロア君半分持ちます。9秒前、8、7秒前、6、5秒前、おー、パラモスが来る。15秒前、14秒前、13秒前、12秒前、11 10 9 8、賞金は2000万ゴールド出します。7秒前、6秒前、5 4秒前、3秒前、2秒前、1秒前からの、いや、これはあと1人来たら長時間待ってもよかったですけど、これがあれ、ロアさん自分で集めてくれます？ってことは、エイリンさん、ハピアさん、パラモスさん、私と組んでいただけます？ロア君、呪縛で集めてくれます？私の方は、一人3000万以上貼っていただきます。3000万以上貼っていただいて、別に貼ってくださるんだったら、僕は同じ、5000万かける4人がいいですね。あの、僕は5000万かける4人、同じ額がいいです。でロア君、最低3000万。でもロア君が集める気ないんだったら僕はやりたくないです。ロア君のリクエストでロア君が呪縛で集めなかったらやりたくないです。それでは本当にラスト10秒前。さあ、フィクサー軍でもロア軍でも、どちらでも参加してもいいよ。3000万以上貼れるよという方が、さあ、パラモス、ハピア、エイリン、私、ロア、あと3人ですね。いや、あと3人、まあ、新春からすごく面白いですけどね。キャラ OK。さあ、5秒前。さあ、ピンポンと1人でも来ればカウントダウンがまた戻るんですけど、4秒前。3秒前からの2秒前、3000万ゴールドでヒリスク勝負ができる。いたすとも面白かったんですけど、やはり人口が今極端にいらっしゃいません。ゼロからが、
礼いたしました。ここが今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはずもなく、積み上げすぎたよ、どうしてもこれだけはあってこと、わがままなだけだった、だけどみんなが優しくしてくれていたから甘えてしまったよ。生涯守ると決めた約束も意気地なさを追いかくす一度前になったけど